カモンナスはかつて京都放送で使用されたマスコットキャラクターである。2006年4月に KBS 京都発のラジオテレビ共通のマスコットキャラクターとして登場。京都名産の軽野菜、カモナスがモチーフである。丸型の体とナスの下手がトレードマーク。かつてはラジオカーにもその姿が描かれていた。2011年1月1日。 KBS 京都の公式サイトで KBS 京都新キャラクタープロジェクト開始という新しいキャラクターが近日公開という旨の告知が掲載。同年4月28日にはカモンナスのブログにてカモンナス公式サイトの閉鎖告知が掲載され、同年6月26日の KBS 京都公式サイトリニューアルと同時に削除された。 自身は、うんと遠くに旅にで、もしかしたら戻ってこないかもしれないとしている。ただ、KBS、京都、新キャラクタープロジェクトについては、その後進展がない。通常の番組での放送はなくなっているが、2014年4月時点では、当局の自己批評番組である、アクセス KBS 内で登場していた。なお、2021年現在、 KBS 京都の公式ウェブサイトなどでは、カモンナスは使用されていない。カモン、KBS という5分間のミニ番組も随時放送されていた。番組宣伝のものと、地上デジタル放送以降告知の2種類あった。番組宣伝バージョンは、KBS 京都のアナウンサーが自社制作番組のスタジオを訪れて、番組紹介をするものだったが、2011年度は、 地上デジタル放送以降告知のみとなり、地上デジタル放送に完全移行した2011年7月末をもってミニ番組としての放送も終了した。ありがとうございます。